豆町カフェは企業版ふるさと納税として寄付されたコンテナハウスを活用したもので2年前にオープンしましたが店舗の入れ替えのため今年4月以降、一時閉鎖していました。きょう新たにオープンしたのは創作中華料理が人気の四日市市の相庭が監修する店とこだわりのスイーツやサンドイッチなどを扱うカフェの2店舗です。 白を基調とした明るい店内で食事が楽しめるほか、テイクアウトメニューは公園でのピクニックでも楽しめます。いずれの店舗も提供される料理やスイーツには当院長さんの野菜大豆などが豊富に使われていて、地域の活性化にも期待がかかります。当院長遊びに来た方があ当院長こんな お野菜作られてる方がいるんだとかこんなふうなものを作ってる方がいるんだおいしいななんていう風に思ってもらえたらすごく地元を愛してもらえると嬉しいなという風に思います。